ハウでは始まりましたマジシャンです。今回はですね、まあもうこの見てこの年生を見りゃすごいわかると思うんですが、起きたばっかりというか本当に、ただいま、9時17分ですね。9時、はい、3分で、そうだ、起きたばっかりでトイックを解くと一体どうなのかですね。すごいですよ、この画面っていうのをやっていきたいと思います。もう用意してあったのでこれですね、テスト4を今回は解きたいと思います。そうだ、寝る前にちゃんともう開いてこれ全部用意、起きたらもう5分以内に絶対やろうと思ったので、やりたいと思います。それでは19分ですが、さあ一体何分かかるのかやってみたいと思います。よし、では行きます。 Ready Start。 よっしゃ、全部勝った。うわ、さてはてどうだったんでしょうね。まあ目は覚めてきた、だんだんやっていけばっていう感じですかね、うん、でその難易度自体はそこまで難しいとは感じなかったですけど、ね、ダブルトリプルの分量が多いですね。量がかなり多かったなっていう問題と思うの。うわ、すごい紙。じゃあ時間どうだったのか、ちょっと紙こうやってやっときゃよかった。問題解いてるときそのままどうなったんでしょう。果たしてここ、あ、寝癖は取れてないですね、ちゃんと。はい、では時間どれぐらいかかったのか集中できないこれ別のところに多分みんな注目しちゃうね。はい、はい、時間はこれです。1時間40秒ということだから15分ぐらい待ってるってことですね、うん、いやまあ解けたよっていう感じだったかなと思いますね。はい、パート5だいぶ簡単だったかなと思ったんだけど、それが7分で、パート6が5分37秒だ。簡単だったと思いますよ。そこまで悩む問題がなかったかなって思います。で、パート7のシングルが24分17秒。ここは、やっぱ序盤から難しいのがちょっと出てますね。読みづらい。なんか設問はそこまで、あ、1個なんかすごいむずいのあったけど、設問はそこまでだけど、一般の受験生だったら多分読めないだろうなっていうのが、いくつかあった。で、ダブル、トリプルは、分量が多いです。まあテスト4やってみれば分かると思うんですけど、相当数多いので、厄介なとこじゃないかなと思いますね。では、答え合わせをしていきましょうね。一体どれぐらい正解できたのか。違うの？ああ、そうなんだ。むずっ、これは解けなくね。
ああ、なるほどね。あんまよろしくない問題じゃないこれ。なるほど。ということで97問正解です。3問ミスですね、してました。いや、1個はむずい。パート5、1問、これは知らないでしょ。どう考えてもめちゃくちゃ難しい。いや、日本語で考えたらそれが正解になっちゃうってやつですね。これまあ対策として覚えたわけですね。やっぱ日本語で考えてはいけないと、きちんと英語のルールで解かなきゃいけない。だから多分相当数が間違えてると思いますね、正答率。これ多分日本語でやっても韓国語でやっても答えはそっちになっちゃうというか、間違いの選択肢になっちゃいますんで。セブンのこれ難しいですね。やっぱね、文挿入1問題、必ずトピックを考えるっていうのを意識してください。文挿入問題ね、あの文の文を入れるやつですけど、結構やっぱ代名詞、自詞とか話の流れでとかってやっちゃう人が多いんですけど、それだけじゃやっぱ解けないですね。うん、うまく正解を選べない感じになってるなっていう印象です。そう、これもね絶対に意識してほしい、やっちゃったなと自分で教えておきながらやるのなんですけど、設問の時、パート7の、この問題出てくる時に人をちゃんと確認してください。誰なのか、 E メール送ってる人、 E メールの受けて、 E メールの話の中に出てきてる人なのかどうかとかっていうのを確認してください。その人を間違えてしまうと選択肢にその別人が引っ掛けになってます。だから A さんがやったこと、 B さんがやったことがメールの中に書かれてたとしますね。で、選択肢というか設問にこの B さんのやったことはどれですかって書いてあるのに、 A さんのことだと思って A さんがやったことを選んじゃうっていうのがまあよく出るんですよ。これしょっちゅうですね。自分で気をつけろと言ってるんですけどね。あー、失敗したな。ということで寝起きは、97問で、まあ頑張った97問正解で1が1分40秒。さあ、ということでした。この素晴らしい頭が見れた回になったんじゃないでしょうか。まあ昔からねこうなんで、ね、大きいこんな感じで、すげえ留学中のルームメイトたちにもめちゃめちゃいじられてましたからね。どうやったらそうなるんだっていうふうに、よく言われてました。はい、こうですね。今回はすげえなこんな感じでお送りしました。はい、ご視聴ありがとうございました。ほら、本当に寝癖ですかね。これ作ってないですからね、何もね。ありがとうございました。はい、 Thank you for watching. Bye bye. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.